2023年度立川美術学院の春季講習についてお知らせいたします春季講習は現在画面に出ている通りの日程で行います3月26日日曜日から29日の水曜日4日間になります時間は17時から19時50分までになります80分かける2コマですえ前半が17時から18時20分 前半の方が英語になります。後半の方が18時30分から19時50分で国語及び小論文ということになります。この講座は1番と2番、前半と後半ですね、別々に受講することもできるんですけれども、立川美術学院では学科チームということで、すべて連動講座として行っておりますので、セットで受講することをお勧めしております。 やる内容ですけれども、まず英語になりますけれども、英語の方はですね、初日にオリエンテーションのような形で全体把握をしていきまして、今年の入試問題の傾向ですとか、あるいは今後の予定、あるいは勉強方法、そういったことをですね、まず中心に行っていきます。そして2日目、3日目で最新の入試問題、すなわちですね、 2023年に行われた一番新しい入試問題を使って、武蔵野美術大学とターン美術大学の過去問の、まあ過去問と言いますか、今年の問題ですね、今年の出題された問題の分析を行いまして、今後どうしたらいいかを考えていきたいと思います。そして4日目にですね、えー、実力の切り分けということで、1学期から、えー 立川美術学院で学科、レギュラーの授業が始まっていきますけれども、そちらをどのように受講したらいいのか、あるいは必要かどうか、その他ですね、今自分がどの位置にいて何が必要なのか、そういったことを考える、もしのようなものを行いながらですね、考えていきたいと思います。 そこで実力を見てもらってですね、学科が必要かどうかというのを考えてもらうのも一つですし、あるいはですね、もうすでに受講を決めているのであればですね、それを軸にして、どのような形で今後、1学期、夏、2学期、冬と続いていきますけれども、それを受講していったらいいか、1年のですね、概略的なプランを考える機会にしてもらいたいと思います。この春の講座を受けるか受けないかで、全体を見る そういった力を身につける、えー、そこに差が出てくると思いますので、ぜひともですね、えー、この機会を利用して、実力を確かめ、合格への第一歩を踏み出してほしいと思っております。えー、国語の方はですね、国語、あるいは小論文に関しましては別の動画で、また説明いたしますので、えー、よろしくお願いします。以上です。